ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団は、オーストリアの首都ウィーンを拠点とした、シュトラウスファミリーの音楽をプログラムの中心とする、オーケストラ。略称はワジソ。19世紀後半に、ヨハン・シュトラウスにセイラーが率いた、シュトラウス管弦楽団を継承するオーケストラであると、自認している。 オーストリアラジオとバイオリニストのオスカー・ゴーガーの主導により1966年に結成された。楽団員はウィーン放送公共楽団を中心としたウィーンの名だたるオーケストラから選抜された。専属団員からなる常設団体ではなく年15回程度のコンサートと録音、演奏旅行などの旅に集まる。楽団の結成はかつて エドアルト・シュトラウス一世が解散した、シュトラウス管弦楽団を再建するという建前で行われた。そこで、シュトラウス一家の伝統の継承者として、エドアルト・シュトラウス一世の孫であるエドアルト・シュトラウス二世が創立者として招かれた。1969年に、エドアルト・シュトラウス二世が創生すると、長年にわたって、ニューイヤーコンサートの指揮者を務めていた、ビリー・ボスコフスキーが、 公認識者として招かれた。こうした歴史を有するがゆえに、ことウィンナ・ワルツの演奏に関しては、ウィーンフィル・ハーモニー管弦楽団に次いで権威あるオーケストラとなっている。特にボスコフスキー時代には、独 EMI に積極的な録音を行い、日本では同じ識者がウィーンフィルを指揮したニューイヤーコンサートアルバムと競い合うような時期に、毎年発売された。 40名前後の小編成は、ウィーン・フィルなどが、同分野を演奏する際の半分から6かけの人数だが、シュトラウス生前のオリジナル演奏規模に近い。なお、アンドレ・リューが1987年に創設した、ヨハン・シュトラウス・オーケストラや、同じく、シュトラウス楽団の最高を歌って活動している、ウィーン・シュトラウス・カペレは、完全な別団体である。エドアルト・シュトラウス2世。 ありがとうございます。